全国高校ラグビー大会に57年ぶりに出場する飯田 OID 長姫高校の選手が楽しみだと抱負を語りました。県庁を訪れた飯田 OID 長姫のラグビー部員たち、県予選を勝ち上がり、花園として知られる全国高校ラグビー大会に実に57年ぶりに出場します。不安もありますけど、全国の強豪にどれだけ自分たちが立ち向かえるかっていうので、ちょっと楽しみもあります。飯田高校で花園に出場した中村博樹監督が就任したのは5年前。部員7人から出発し、県内の強豪に育て上げました。試合を見てもらって、さらにうちのチームをこう応援したくなるような試合運びをするために、準備を、しっかりとしていきたいと思います。1回戦は28日で山口県代表の高川学園と対戦します。